像印クイズヒントでピント、像印クイズヒントでピント、像印クイズヒントでピントは、テレビ朝日系列局ほかで、1979年3月4日から1994年9月25日まで、毎週日曜19時30分20時、日本標準時に放送されいたクイズ番組である。全708回。司会は、基本的に、土井マが務めていた。 ドイはオープニングクイズ後の CM 明けにキャッチフレーズとしてあなたの直感と連想能力に挑戦する増印クイズヒントでピンと、迎え手大一ですというのが恒例になっていた後期からはあなたのを省略していたこの番組は当時としては最新のコンピュータを使用した出題形式を採用一般常識問題よりも難問、尋問 疑問を中心とする映像クイズを出題していた。問題内容もキャッチフレーズの通り、映像によって直感力を問われるものや、いわゆる連想ゲームのような問題がほとんどであった。回答者は、タレントや文化人と呼ばれるタイプをメイン、特にキャプテンに揃え、私的イメージを押し出していた。全番組から引き続きスポンサーは、増印魔法瓶の一社提供、キャッチコピーは、 暮らしの夢を温める。さあもテクノで暮らしを作る。多彩な生活会館を提案しますであり、司会者席と各回答者席には、象印の車掌が描かれていた。当初は象のロゴマークであったが、1986年6月29日、第348回からは、象印の CI が導入され、司会者席のものは、象印、回答者席のものは、象に変更された。 エンディングでは視聴者プレゼントクイズを行い、今日のオープニングクイズの顔は誰だったでしょうと、今日の対戦は何対いくつで、男性軍、女性軍のどちらが勝ったでしょうを原則周割で出題していた。プレゼントは増印製品のほか、番組末期には海外旅行もあった。テーマ曲を担当したのは、世界丸ごとハウマッチ、毎日放送のオープニングテーマと、 クイズおもしろ、ゼミナール、NHK のオープニングテーマも手掛けた前田のりおである。なお、クイズおもしろゼミナールは1982年から裏番組となっていた。1985年9月25日には、水曜、スペシャルで、輝け、オールスター、秋の人気番組爆笑、クイズで、ヒントゲームでピント、という本番組をベースとする、 番組対抗のスペシャル番組が放送された。これに参加したのは、ビート、たけしのスポーツ大賞、第1期、特捜最前線、相川金也の探検レストラン、私鉄沿線97文書、暴れん坊将軍通夜、アニメチーム、ドラえもんほかなどある。なお、本番組も、オールスター番組対抗ボーリング大会、1979年秋から1987年、 春や輝け、オールスター秋の番組対抗ウルトラ料理大賞、1983年1984年秋、などの番組対抗のスペアル番組に参加しており、ウルトラ料理大賞では16分割弁当という弁当を作成した。本番組は裏番組の NHK のクイズ面白セミナールや富士テレビの世界名作劇場と視聴率で争っていた。 男性レギュラー回答者の欠席については、例として1980年代では4枠の起きた、ひろゆきの欠席時は、野村よしお、1984年5月27日放送分、が、1990年代に入ると、キャプテンの浅井新平の欠席時には2代目の山藤、正治、1992年3月22日、第608回、 1992年4月12日、第609回放送分が、2枠の高田純二の、欠席時は、純二の代わりは純二が、と担当の稲川淳二、ジェームス・ミキ、1991年2月24日、放送分だが、3枠の山下キ介の欠席時は、タレントの坂上忍、元レギュラー回答者の羽賀健二、同じ区限レギュラー回答者の織も正さ また当時プロ野球選手の高橋義彦、高橋と同じプロ野球選手の田尾康氏らが、4枠の役丸博秀の欠席時は当時渋垣隊のメンバーだった深川敏和あるいは本木正宏、さらに同じジャニーズ事務所の少年隊からは、東山則之、植草勝秀、西木折一世らが、それぞれ代役を務めたことがあった。土井は、各回答者が後答をした場合、 名詞の場合には、じゃない、動詞の場合には、ないという表現がたびたび見られた。また、回答者が惜しい不正解だった時には、土井はよく言葉の語尾を上げながら答えていた。ゲスト回答者には必ず参加賞として、象印の商品がプレゼントされていて、たとえ一問も答えなくてもお土産がもらえた。特に、番組初期。 1979年3月から1980年9月には個人戦がなかったため、この傾向が顕著であった。番組前期、1980年10月からは個人戦を導入し、ゲスト回答者同士の対決の場が設けられたため、終始無言という事態は解消された。ゲストは出題パート2の1対1の時以外は回答しない場合が多いが、 1992年10月25日第630回放送分で男性群のゲストが当時スマップの木村拓也女性群のゲストがレギュラー前の兵道由紀の16分割問題で木村が1問目と2問目を正解答えは学生がイメージする学校とヒチコック本人が自分の映画に出演する1シーン兵道が3問目を正解答えは 日本各地のそばしてゲストが16分割問題全3問を正解する珍しいパターンとなった。男性キャプテンの浅井新平と2枠、当初3枠レギュラーの高田純二はどちらかが正解した際には2人でよく握手を交わしていた。またかつて2枠レギュラーに宮尾進が座っていた時も宮尾の前でキャプテンの浅井と3枠の高田が お互いでを差し伸べて握手するというシーンもあった。高田は4分割問題等で、相手が後藤した後で回答に自信がある時には、ボタンを連打するのが癖であった。ただしそうやって回答権を得ても後藤することがあり、背後のランプは後藤を示す。赤がいくつも並ぶことが多かった。また、同じ2枠の小林千歳、おっかさん、前期の4枠のマッハ踏み明け、斎藤優子、前期、 中期2枠の宮尾進む後期4枠の薬丸広日でも五島を示す赤がいくつも並ぶことが多かった。パート4のテクニカル問題で女性軍への出題がなされる前、男性軍のメンバーは紙に印刷された正解を見ながら全くでたらめの答えを言うのもお約束だった。特に宮尾と高田が多かった。 パート2の4分割のラッキークイズは、ごくまれにゲスト同士の対戦でいきなり、ラッキークイズとなったこともあった。ゲストの参加賞商品は、男性群と女性群で、それぞれ男性向けと女性向けのる印製品が用意され、勝利した方がやや豪華な商品であった。しかし、ごくまれに引き分けとなったケースがあり、その際には、男女共に同じ商品化ほぼ、 同じ値段の商品が寄贈された。1990年1月14日、第511回から、シンキングタイムの音、ラッキークイズ及び正解時のチャイム、時間切れ、ご当時のブザー、問題解説の時の赤枠表示や、テロップ、さらに分割画像の拡大、縮小などの効果音や画像などが変更されている。また、画面の特典表示のフォントが、やや丸くなり、 正解イラストはコントラストが以前より鮮明になった、他、効果音も追加された。番組の途中から、増印師匠到達時の勝利の場合は、それに、チーム全員のイラストの上に、増印師匠を獲得。と表記した画面に切り替え、スタジオの映像に変わる。ちなみに当初は、通常の勝利チームの BGM とともに、ゲストも含めて勝利チームのイラストになっていたが、途中で、 通常の勝利チームの BGM とは異なる BGM に代わりイラストも司会の土井が勝利チームのレギュラー回答者を祝福する場面になった黒沢久夫は4分割で1枚目が開く前につまりノーヒントで正解したことがあるその時の答えはミツバチ。各問題前に土井が口頭でヒントを一つ言うためノーヒント正解も不可能ではなかった 番組終了時は、司会者席の後ろのモニターに、次回もお楽しみに、と映し出されており、この番組の放送の途中から司会の土井と4人ずつの男女レギュラー回答者のイラストも一緒に出されるようになった。また、エンディングのスタッフロールが流れている時に、当時2枠レギュラーだった宮尾が、はい、を披露した。この番組は、魔法瓶メーカーの増事主が一社提供しているため、 同業他社であり象印のライバル企業でもある、タイガー魔法瓶に配慮して、この番組では名前に絡む虎そのもの、及びそれに関する問題、例、監視は出題することが、絶対禁止で、象印、タイガー魔法瓶と共に、関西に、本拠地を置く阪神タイガースに関する問題さえ、作れなかったという。例えば、プロ野球選手のニックネームという16、 分割問題が出題されているが、阪神の選手は出ないものの、当時存在した阪神以外の11球団すべての選手は出てきている。逆に像そのもの、及びそれに関する問題は出題することが可能だった。新聞のテレビ番組表には、勝負の結果を表す可能性がある書き方をしており、特に16分割問題、主な例として、宮尾、高田、薬丸、 おっかさん16分割大ヒット、男性軍、自信満々の大逆転、男性軍、配色濃厚からの大逆転、亜生、山藤本日卒業、16分割そうな目、来たぞ、来たぞ、マッハ、高が1点、されど1点、惜しい、女性軍あと1点に、涙、女性軍、海外旅行獲得に全員大号泣等が、挙げられている。このような半ば、 ネタバレとも取れるタイトルの書き方は、アップダウンクイズ、毎日放送、1975年3月末までは、テレビ朝日系列の前身のネット系列で放送や、パネルクイズアタック25、朝日放送、現、朝日放送テレビでも参見されている。長らく安定した人気と視聴率を得ていたが、1986年6月29日の、 像印のロゴ変更と1987年頃から一部のクロスネット局や他系列局といったオクレネット局が当番組を打ち切ると人気に陰りが見え始める。打ち切りの背景にはオクレネット局へのスポンサードネットの段階的終了が要因としてある。そのためオクレネット局でも継続したつぼねではこの時期に像印一社提供から軽スポンサーに変更と なったつぼねもあった。さらに、番組末期は、視聴率で、裏番組、特に1986年10月から1992年3月まで、放送されていた、TBS のテレビ探偵団や番組終了半年前に、放送開始した本テレビの、投稿、特報王国に苦戦するようになった。また、日本プロ野球で、シーズン中、3月頃から10月頃の、 読売ジャイアンツ戦やオールスターゲームといったナイトゲーム中継日本レビ TBS フジテレビに目線していた。そして1994年9月25日をもって15年7ヶ月の歴史に幕を閉じた。なお、15年7ヶ月の番組放送期間は34年9ヶ月続いた増印主一社提供枠の中では最も勝った。 あと番組は、土井と同じく、フリーアナウンサーで、元文化放送アナウンサーの梶原茂と、本番組末期の女性レギュラー回答者3枠であった、共同が司会の、造印ニュースクイズパンドラタイムス。あと枠も引き続いて、造印提供のクイズ番組だったが、半年で打ち切られ、造印一社提供枠は幕を閉じた。なお、その後は2時間枠。 ザ・スーパー・サンデーとなったそれ以降も複数社提供の中に印は入っていたものの1996年9月に撤退している。当番組に隣接する2番組、先行の番組だった、旅比べ決定版と後続の番組だった、世界とんでも、ヒストリーも当番組と同じ日に終了した。番組終了後、司会者である、土井マをはじめ、歴代レギュラー回答者である、 大北広之、笹沢佐保、小林千歳、中島あずさ、宮尾進むなどの多くの出演者が死去してしまったため、復刻版を行うことは一度もなかったが、2009年2月8日、放送の50時間テレビ、あのシーンを、もう一度、伝説の高視聴率超大ヒット人気番組全部、見せます。スペシャル、第2部で、番組の一部、クニカルクイズ一問と16分割クイズ一問が、 紹介された。番組のフォーマットがパロディ化された例は少ないが、1986年9月29日改編において、本番組のセットや演出を流用した、アンニュースレーダーの番組宣伝が作られた、出演者は本番組の司会やギュラー回答者ではない。2011年には、同じくテレビ朝日系列で放送されていた、海賊戦隊ジャーの第26話、 シュシュッとザスペシャルにて、敵怪人のサタラクラジュニア合詞会のボキイン、クイズヒントでピピッと、というパロディ番組が放送された。また、これも同じくテレビ朝日系列であり、2015年9月9日、放送の何これチン百景2時間スペシャルにおいて、クイズチントでチントというパロディ企画が行われた、埼玉県鳩山町からの何の食材のみかわかりますか という投稿で、正解は、こんにゃくの実だった。2015年5月13日放送分の、クリーム VS、林治、クイズサバイバー2015春で、クイズの一つとして16分割問題が21年ぶりに、復活した。早押し音、正解、不正解の SE は、クイズサバイバーの SE を使用しているが、出題の SE は、当時の SE を再現している。また、 2015年10月7日放送分のクリーム VS 林治。クイズサバイバー2015秋にいても行われたさらに2015年12月31日放送分のクリーム VS 林治。年越し早押し7時間クイズサバイバー2015においても行われた2017年12月11日放送分のクイズプレゼンバラエティ Q 様では 学力王ナンバー1決定戦の一環として、当番組とのコラボレーション問題を実施した。学力王のフォーマットをベースに、当時の番組スタッフの完全協力により、出題画面、テーマ音楽、早押し音、正解音、不正解音、ジャンプアップチャンスの時は4分割のラッキークイズのチーム、優勝時のチーム勝利のファンファーレの SE などを再現したほか、 放送後期のレギュラーだった、薬丸博秀と、浅木邦子も回答者として出演。ただし、レギュラー放送時にはなかった十二分割問題があった。前述の通り、学力王の一つであるため、出題と正解発表のナレーションを森本レオが担当したほか、一部を除きクイズを、出題前に、司会の優香がヒントを出していた。男性軍、緑の席、女性軍、 赤の席に分かれて、各5名、うち1名は、ゲスト、5枠席に着席するの対抗戦。当時最新のコンピュータ技術を活かした映像クイズは、大きく6つ、末期には5つのパートに分かれていた。突起のないものは全員参加の早押しクイズ。全18問、末期には、全14問出題。問題は、 大まかに分割問題とテクニカル問題の2種類の問題が出題される。分割問題は2枚4枚8枚16枚のヒント5区へ写真が記されたパネルを番号パネルで隠し時間の経過に従い番号パネルがランダムに外されて行くことでヒントを表示させる携帯の映像をクイズ。テクニカル問題はモザイク処理を施した映像を流し時間の経過とともに モザイクが解除されていくことで元画像を当てる映像クイズである。このモザイク処理は番組が独自に開発したリモートセンシング機器を利用したものである。NEC のリーブよりも早かった。パート3の動画問題はドット状にぼかされる細かく刻まれた動画が時間の経過と共に戻される。パート4の静止画問題は画面中心からドットでバラバラになった映像が渦巻き状に出され、 全部出した後に元の映像に戻される形式となる。正解時の得点は第一ヒント及びテクニカル問題の冒頭で正解した際は満点を獲得。以後ヒントが増えるたびにテクニカル問題は時間経過とともに1点ずつ減ってゆく。番組開始から行われたクイズ。長らく行われていた1981年4月5日。 第104回から1992年10月25日、第630回前期、中期までの問題は、以下の通り。回答権が1人1回の問題は、ネームプレートの左右についているランプが点灯。不正解で、ランプが消灯して回答権がなくなったことを表し、その後ボタンを押しても早押しが反応しないようになってい。正解で、ランプが点滅、同時に、 全回答者のランプが消灯する。また、回答権が一人一回の問題以外でも、正解で、ランプが点滅する。さらに1対1の問題では、対戦する回答者に、ランプが点灯。不正解でもランプは消灯しない。正解で、ランプが点滅、相手のランプが消灯する。2.48.16分割問題の正解は、画面に、レギュラー陣のイラストと共に出される。 主に同じ赤枠の男女レギュラーが描かれ、2から3枚の絵を順番に出して、アニメのように動かす場合もあった。ゲスト対決がある場合、唯一ゲストの絵も出されるが、イラストではなく顔写真の場合もあった。初期には、オープニングクイズ、1979年3月4日、第1回から1981年3月29日、第103回はなかった。 テクニカルクイズ、パート3パート4の両方は20点満点で、パート3は全2問あった。オープニングクイズ、1981年4月5日以降導入時にテクニカルクイズ、パート3パート4の両方の満点が10点に引き下げられ、パート3が全1問になった。また、80点による海外旅行がなかなか出なかったため、 1981年4月5日からオープニングクイズでボーナスクイズの権利獲得が加えられた。この頃からエンディング時の視聴者クイズが始められ、当初は海外旅行、ハワイが出なかった時に限って視聴者にハワイ旅行のプレゼントだったが、後に週替わりの増印製品のプレゼントとなる。末期の1992年11月1日、第631回に、 ルールが改正。これによって2分割クイズがなくなり、番組冒頭のオープニングクイズが全1問、パート1の4分割クイズが全5問、パート2の8分割クイズが全2問、パート3のテクニカルが全2問、パート4の16分割クイズが全4問という形態に変わった。また、回答権については、パート1とパート2は無制限。 オープニングクイズとパート3は1人1回、パート4は各チームを手つき2回まで。得点は基本的に正解した時点での残りのパネル枚数プラス1点を正解チームに加算0点タイムオーバーで問題終了というルール。全問題終了時点で得点の多いチームの勝ちだが60点以上を獲得した場合は増汁師匠としてその日のクイズに関連した。 商品獲得となる。80点以上で海外旅行獲得となり、ゲスト回答者も含めて5人全員に送られた。末期、1992年10月以降は、各回答者の海外旅行はなくなり、60点以上の増印師匠獲得の際、一般視聴者に海外旅行をプレゼントにした。稀にではあるが、両軍とも同点で引き分けの回もあった。 番組オープニングで、パーフェクトの得点は100点満点と言っているが、これは4分割のラッキークイズの3倍と、16分割のボーナスクイズの2倍のボーナス点を除き、すべて満点で正解した場合であり、初期、1979年3月から1980年9月は140点満点、前期、中期、後期、1980年10月から1992年9月、 は100点満点プラス4分割ラッキー特典8点プラス16分割ボーナス特典16の実質124点満点末期1992年10月から1994年9月は120点満点プラス16分割ボーナス特典16点の実質136点満点であったなかなか出ない海外旅行だったが 番組開始から4年1ヶ月後の第200回、1983年4月3日、放送で初の海外旅行獲得が出た。レギュラー陣と視聴者がペアになっての特集だったこの回、男性軍が16分割の最終問題でボーナスクイズをかけ、キャプテンの小林亜生が第3ヒントで見事正解して80点ジャストになったことで、ハワイ旅行を達成。 番組開始後8年目の1987年12月6日、第419回放送には女性軍もスペイン旅行を獲得しており、その際は女性軍5人全員が大号泣した。ゲスト、男女両軍2人ともには、スポンサーの象印から象印製品が参加賞として贈られる。また、1年間の通算勝利数が多かったチームには、 回答者全員に賞品が送られ、毎回オープニングクイズ後に、土井が男性軍、マサル、女性軍、マサルと、その時点までの成績を発表していた。なお、詳しいデータが残っていないため、最終回までにそれぞれ総合で何勝したか、最高得点、最低得点、優勝した時も含めて、増じる師匠、海外旅行のそれぞれの獲得回数はいずれも不明とな、いる。 司会は番組開始から終了まで基本的に土井マサルが務めていた。土井が東京音楽祭の司会や流行政治家宣言の発祥で不在の時にはレギュラー回答者の宮尾進や黒沢久夫が代役を務める子があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。